よっしゃ、録画開始した。本日紹介するゲームはこちらのゲーム、モビウスとなります。基本的にはプラットフォームアクション。ステージクリアタイプのプラットフォームアクションですね。ステージ中にある金貨を全部集めて扉に入ったらゲームクリアっていうノリの、まあ、あれだ、N プラスとかそうした、オーソドックスなプラットフォームアクションになってます。で、使うのはキーボードとなります。ゲームパッドじゃないんで、ここがちょっと要注意。で、ここに、for educational use only って形で書いてあるんだけど、僕の顔で隠れてるから、こういう風に出そう。これね、この文字っていうのは、Unity の、確か商業用の Unity じゃなくて、教育用の Unity でゲームをコンパイルした時に自動に刺さる、文字になってます。なんで、なんかこれ結構なんかすげえグレーっていうか紹介しづらかった理由の一つなんだけど、この For Educational Use Only って形で教育用でしか使えませんよっていう、このユニティを使って一緒で販売してるんで、ユニティの利用規約上ではアウトなゲームなんよ。それがすげえもどかしくてさ、なので このいう解決しなくちゃいけない問題もあったんで、ゲームそのものはすごく面白いんだけど、まだゲームメディアの方で紹介してないゲームの方になってます。面白かったらグレーでもいいのかっていうのはそういうわけじゃない、やっぱないからね。そこはやっぱ一線引かなくちゃいけないっていうところはある。で、まあ、そのうち開発者が心改めてちゃんと商業用のユニティ買って売るのかなと思ったら、そういう気配全然なく、2019年の2月から、ずっとこのエデュケーショナルユーズオンリーのロゴが、透かしが入った状態のままなったんで、もう諦めました。だけど本日はこちらのモビウスを紹介していきます。モビウスはマス動画でムーブしてスペースジャンプしてシフトで走ります。で、上にあるこの入り口から入るとゲームスタート。経営学実践講座なんだよきっと。コレクトオールザコインって形で書いてます。じゃあコインを集めましょう。音してる？ちょっとちっちゃい？音してるかな。多分大丈夫や思うんやけど。大丈夫。あ、よかったよかった。ゲーム中の音がちょっとちっちゃいかな思って。で、まあプラットフォーマーなんで針がに刺さったら死にます。で、死ぬと最初からやり直しです。まあ、いった針があるところはちゃんとダッシュでジャンプしましょうってやつですね。ステージが輪っかになってるおかげで、その上の方にいったこっちが今いるところ、こう上の方に行くと、その A を押してるのに右側に動くっていう風な感じなので、そこがちょっとなんていうか。難しいっていうか、ちょっと操作が混乱したりする時がある。まあ基本的にはこのような形でコインを集めてクリアするって感じになってます。え、あ、音んか。ちなみにそのスペースを長押しするとハイジャンプっていうか高いジャンプって形なので、ちっちゃい時はスペースキーをタップするぐらいの感じでちょうどいいかな。戻るんか大変ねんな。
You can restart level と R を押したらリスタートできるよっていうふうに言ってんね。ではこうしたプラットフォームアクションなんでごめんごめん、スムーズにできないごめんゲームパッドだったらこんなこと起きないんよっていうふうに言いたいのはあるんだけどちょっと待って、ちょっと待って、練習したでしょ今日。ちょっとなんで今日練習したことはできないの。一応リハやってるんよリハ通りできてないだけでで、こうした鍵の事前ロケ足りてないんちゃうか。いやいやいや、やったちゃんとやった、ちゃんとやったホールドシフトトゥーラン、ここはあれですね、シフトボタン押しっぱなしにすると走るよって言ってんね。で鍵を取った状態でその鍵ブロックに触れるとどんどんと、ブロックが壊れていくので早く入っていきましょうって話ですね。さあここからが本番だ。コインが46個あるっていうふうに言ってる。で今画面にはいくつある。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個しかない。これは由々しき事態ですよ。コインが46個しか、コイン46個集めなくちゃいけないので、画面上に表示されているのは、そう、画面上に表示されているのは15個しかない。これ何が起きているかって、クリックトゥーベンドって形書いてるじゃん。じゃあクリックするとどうなるかって、こういう形になってんだよね。さあ、もう一回やるよ。画面上には15個しか表示されていないにかかわらず46個コイン集めろと言ってる。これで何が意味するかっていうと、クリックトゥルベンドって形で書いてるんだけど、じゃあクリックしてみましょう。どうなるか。こういう風になります。はい。これがモビウスです。これがモビウスというゲームの正体です。このあたりからマウスボタンを押すことによって、ステージがメビウス状になり、言ったら裏と表がなくなるわけね。だからこれまで動いた表の世界っていう、これまで動いた輪っか状の、モビウスってメビウスの輪っか？そう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 。名前がモビウスだからモビウスって言ってるんだけどね。さあ、こんなとこにたくさんあった。この辺から結構やってると頭がこんがらがるんですよね。だってこれプレイヤーが見えなくなったり、ちょっと見づらくなったりとかするのよね、これ。さあ、これも22個あるって言ってるけど、画面には今のところ 1,2,3,4,5,6,7,8 個しか表示されてません。これがどういうことかっていうと、こういうことですね。これがね、まあ、画面、情報で見ると、まあ、単純にその裏と表合わせた、言ったらその2倍にしかなってないっていうはずなんだけど、ですね、え？どれって、ちょっと待って、確かにフェズって言われたら確かにそうだ。フェズの印象も確かにすごかったけど、これは本当ビジュアルのショックがでかかった。うん、またクリックトゥーベンドって言ってんね。
あと4つ探さなくちゃいけないってことですね。お、どうやってんだよ。このプレイヤーに対してワスドのその右左が動くっていう操作系に加え、マウスのクリックでメビウス状になり、そしてこれは面白い。ユニティの件だけが本当惜しいですね。ほんまそれ。だからユニティの話がなかったらもう2月の時点これはアナウンスしたんよ。ほんまそれ。次初めからベンドしだした。おっと、次は次はあれだな、クリックするとシュリンプします。言ったら通常で言うとこんなに長い針山はジャンプできませんですが、クリックしてシュリンプすることで飛び越えれるようになりました。にしてもちっちゃいな、おい見づらい見づらいあそうそう、そのプレイヤーの立ってる向きに対してワスドで右左動くっていう形だから、この言ったらちゃんとその WASD の A と D でちゃんと動くのかっていうのがすげえ気になるのが、これ怖い怖いっていうか面白いんよね。だから頭の配線を切り替えなくちゃいけないっていう、あのファミコンロッキーでさ、バイナリーランド、轟木勇気はバイナリーランドで戦った時に、一生懸命そのバイナリーランドを攻略するんじゃなくて片目でスターフォースやり続けて左右の目をどちらも別々に画面を見ることができるようになったっていう風な無茶苦茶な脳筋な攻略してたんだけど、あれと同じような感じでこの脳の配線を、脳とその指先の配線を切り替えるっていうか、そのだからそうだ、切り替えるのがこのゲームすげえ楽しいんよ。だからもちろんそのこうした常にプレイヤーがの足が下に向いてるって状態なんだったら特に操作として悩まないんだけど、やっぱりずっとずっとそういうわけにもいかなくて、あぶね、もうあのビジュアル的に種が分かったらそれでおしまいっていうゲームじゃなくて、そっからあとこの脳の配線をちゃんと切り替えれるかっていう部分のアハ体験がすげえ面白いんよ。なんていうか、あのゲームを使ってなんか脳をハックするっていう感じかな。脳のその普段使ってるそのゲーミング神経を知性によってハッキングするっていうのがこのモビウスの醍醐味になってます。だってこんなんなんて言うと、どこまでジャンプすればいい、どこをでジャンプ踏み切ったらいいかって分かんないじゃん、こういうのって。怖えんよこれが。あー怖かった、よしよしいった。はあ、クリックトゥシュリンク、これもあれだ、クリックするとちっちゃくなるステージだな。とりあえずちっちゃくなる前でとりあえずコイン集めとこう。あ、なるほど、これで進めへんようになるところですね。これをシュリンクするとちょうどこの今針山があったところがシュリンクされて通れるようになるって形ですね。これでもで、これでシュリンクを元に戻すと、リスタートですね。あったあった。ここだ、ここを越えるのにまずシュリンク、あれじゃないん、あれおかしいな。あ、なるほどな。こういうことだこうだった。
これもなかなかその意識外のところだよね。あ、なるほど、このメビウスの輪の中で動くんだなと思ったら、そうじゃなくてさ、あの、スーパーマリオの一の二みたいな感じ。え、ここ通れんのっていう、こうしたちょっとしたギミックもあったりもする。でこのシュリンクっていうのが実はこのリアルタイムでやってるので、このシュリンクしてる間は一応このこのシュリンク中は完全にこの時間が止まるんだけど、ジャンプしてるときにシュリンクするとシュリンクが終わってから着手するって形になってるので、シュリンクする、まあ、シュリンクのイベントなりこうしたアクションによって起きるフィールド変化でそのまま針が刺さって死ぬってことは発生はしません。そこだけ安心なんだけど、やっぱりこのこのメビウスの輪の中で動いてるこのキャラクターが今どっち動いてるのかってすごい気になるもんで、そう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 、あーもうなんで あ、落ちたって。もう。危ねえ。 え、これ上行くの？待って待って、聞いてない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 。あ、よかった、止まった止まった、よかった。クリックトグロウ、わお、えらい伸びたな。と、まあこんな感じでゲームが進むっていうものになってます。で、実はこのゲームだいたい先ほどお話ししますと、先ほどっていうか、ラジオの前説の部分でお話ししますと通り、だいたい30分から45分ほどあったらクリアできるっていう結構小さな、ボリュームになってますので、
これ以上プレイしてしまうと、皆さんが実際にお買い上げ求めていただいた時のお楽しみがなくなっちゃうので、この辺で終了させていただきますが、ここからあともう2個ぐらいひねりがある、形になってます。で、レビューしづらい原因の一つとしては、画面の右下の方に出ている通り、For Educational Use Only って形で、その Unity の利用規約に反してるって部分と、で、それともう一つ、この Mobius のこの、ステージギミックが、まあ、言っちゃえば、その、それほど、このゲームメカニクスとそのストーリー体験が今それほど一致してないのよね。ただ先ほどの出てきたあのでかい目玉を何とかするっていう部分で、このモビウスのこのステージギミックが関わってたら紹介しやすかったんだけど、結構そのなんていうか実験的とは本当実験的な作りなんで、そうだ実験的な作りというか、アイディアとりあえず作りましたっていうこうあるんだけど、そこからアイディアのブラッシュアップには至ってないっていう感じかな。あれどうやって通るんだろう。あ、これリスタートだ。で、こっち側だ。こっち側を成長させないといけないんだ。これで鍵取って多くする。見づらいなこれ。こうか。こうだ。もう先ほど出てきたでかい目玉をこのモビウスのこのギミックを利用して倒すことでゲームクリアっていう形なんだったら、この面白いアイディアがゲームメカニクスがそのプレイングによって、まあ、ストーリーと一致するっていうところで褒めやすかったんだけど、今のところそこまでは至ってない。ブラッシュアップが足りないって言い方するのもなんなんだけど、アイデアも使い回しそのものはあんまないので、そこはそれでいいとは思うんだけど、もうやっぱあと2、3、こっからあとステージ的に言うとあと2つぐらいひねりはあるんだけど、まあ3、あと3つか4つぐらいひねりが欲しかったかなっていう感じかな。嘘やろ。なんかカッコつけなくてよかった。なんかもうちょっと見やすい画面にしてからの方がよかった。あとゲーム中ずっと BGM がないっていうのもあれですね。ボス戦の時にしか BGM が流れないっていう部分もちょっとほぼ原点対象ってところで、なんでまあ一応そのものがそういうプラットフォームとかディストリビューションサービスかな、なのでまあ実験的な作品なのはまあ一応だからこそっていうところはあるんだけどね。なのでこのアイディアそのものはすごく面白いんで、これをもっとまあ、あと2、3時間ぐらいは遊びたかったかなーっていう気持ちはあるな。
発狂しそうなるけんね。という形で、あとまあ数ステージほどクリアすれば、もう一度さっきほど目玉と戦って、そしてこのモビウスというこのダンジョンから脱出してゲームクリアっていう形になります。それでスタッフロールって感じかな。ゲームのやっぱ見どころとしては、このメビウス状の輪になってることによって、これまで遊んでたステージの裏側のステージに行けるっていう、その裏側のステージに行けるっていうこのギミックステージギミックの楽しさに加えて、マウス操作によってこのステージをぐりぐり回転することによって、ワスドで動かす、これからゲームパッド、まあゲームパッドでも一緒か、ワスドで動かす、ステージを動かすことによって、この脳と指先をつなぐゲーミング神経を知性でハックし、プレイヤーで主人公を動かすという部分が、これが アハ体験っていうんかな、これって。アハ体験とは言わないかもしれないな。この脳の絡まり具合が楽しいゲームの方あってます。なんでギミック的に言うと、ネタが分かれば、そうだステージギミックを理解した上で、まあどういう風に取ってって、どういう風に鍵で開けていくのかっていうロジックパズルの理解はそんなには時間かからないと思う。まあ、よーく画面見てみたらわかるって話だからさ。ただそれと、分かってるからといって、その分かってるからすぐにクリアできるっていう、ひれっそ。こういうね、操作ミスが延々と続くっていうところで、なんかイライラさせられるところはある。で、そこのまあイライラ具合っていうかね、その部分も、このモビウスのゲームの魅力の一つになっているので、そこを含めてお楽しみいただければ嬉しく思うところでございます。もうええ。というわけで本日はこちらのゲーム、モビウスを紹介させていただきました。価格は確か 2.5 ドルなんでお安いんで、この後、まあ、あと、多分10分か20分くらいかな。死ななかったらね、死んだら何回もやる形になるけど。死ななかったら、まあ、大体それぐらいで済むっていう形なんで、ゲームボリューム的にもちっちゃいんで、まあ、遊んでみたいなと思ったら、ハーゲンダッツのアイスクリーム2個ぐらい買ったと思えば、それぐらいで遊べると思うんで、チクッと遊んでみてくださいな。というわけで本日はこれにて、モビウスの紹介を終了させていただきます。お気に召しましたら買ってあげてねって言ってるんだけど、フォーエディケーショナルユーズオンリーって形です。ユニティの利用規約に反してたところから言って、これ素直に進めていいのかなーっていう部分が、そのゲーミングカット、ゲームレビューしづらいなーっていう葛藤に悩まされてます。これがね、今日の時点でもう一回、最新版出てるかなーと思ったんだけど、まあ出てなかったんで、まあこのモビウスが当たって、で、インティーの商用版を買えるようになったら、これが外れるかもしれない。でも商用版っていうと、やっぱ売り上げの何パーセントかを多分ライセンスで使用料という形で払わなくちゃいけないからね。まあそういうわけにもいかないやろね。なので、まあこっそりと遊んで あげてくれたら嬉しく思うところでございます。それでは本日はこちらのモビウスを紹介させていただきました。ご視聴いただきどうもありがとうございます。